東京メトロ有楽町線。有楽町線は埼玉県和光市の和光市駅から東京都江東区の新木場駅までを結ぶ東京地下鉄、東京メトロが運営する鉄道路線である。都市交通審議会における路線番号の区間は小竹向原駅から新木場駅間が8号線、和光市駅小竹向原駅間が13号線であるが国土交通省監修。 鉄道要欄では、和光市駅から新木場機関が8号線、有楽町線記載されている。路線名の由来は、銀座に隣接する有楽町駅に接続していることから、車体及び路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーは、ゴールド、金色、路線記号は Y。1968年、 昭和43年の都市交通審議会答申第10号において、東京8号線は、成増及び、練馬の各方面より向原及び、池袋の各方面を経由し、また、中村橋方面より、目白方面を経由し、五国寺、飯田橋、市ヶ谷、長田町、有楽町及び、銀座の各方面を経て、赤市町方面に至る路線として、初めて示された。 その後1972年、昭和47年の東進第15号では、起点側が法屋に変更され、終点側は、赤市町、湾岸間及び豊洲東洋町住吉町、押上亀有間が追加された。なお、同東新では、法屋練馬間は、西部池袋線を複々線化することが示されたほか、中村橋五国寺間は削除され、五国寺目白間が、 東京12号線に編入され、四季向原間は東京13号線として分離された。この内小竹向原駅から新木場駅間が有楽町線、練馬駅小竹向原駅間が西武有楽町線、石神公園駅練馬駅間が西武池袋線の先造分、福々線かとてそれぞれ開業している。終点側は、 京葉間の湾岸沿いに海浜ニュータウン付近まで計画されていたが、ほぼ同じルートで計画されていた京葉線が当時は貨物専用線として計画が進行しており、後に旅客船へと用途が変更されたことを受けて、有楽町線は新木場までに計画路線を短縮した。一方、 上記東進第15号で新たに13号線とされた小竹向原伊勢については渋谷駅池袋駅小竹向原駅和光市駅敷駅のうち池袋駅小竹向原駅敷駅間が建設されこのうち小竹向原駅和光市駅間が有楽町線として和光市駅敷駅間が東武東上線の線像分複々線化としてそれぞれ開業したなお 13号線の小竹向原駅池袋駅、新線池袋駅間は、有楽町先進線、現、福都新線として1994年に営業開始している。建設目的の一つには、車体規格が小さく編成長も、短いことから輸送力増強に限界のある丸の内線の混雑緩和があった。池袋駅の乗り換えが便利であったため、 日比谷線に対する千代田線同様、混雑の緩和に大きく寄与した。また、1974年、昭和49年の銀座一丁目池袋間の開業にあたっては、丸の内線中野坂上駅、日比谷線恵比寿駅に次いで、池袋駅と銀座一丁目駅に自動改札機が設置された。これは、当該区間では、田線との改札内連絡がなかったため、 周改札自動化の実証実験選句として公的であったためである。両端駅である池袋駅、銀座一丁目駅以外には自動改札機は設置されなかったが、有楽町線の全駅で実機化券が発売されており、普通乗車券による出場にも対応していた。しかし、当時は他の路線の駅が有人改札であり、普通乗車券の裏面が白色の非実機化券であったた。 それを自動改札機に投入するトラブルが相次いだことから、営団なります。現、地下鉄なります延長時に撤去され、当時の試みは失敗に終わっている。その他、大手町駅で採用された案内サインシステムを全面的に採用した。沿線には、警察庁、警視庁、公居、国会議事堂といった日本の重要機関、施設やホンダ世界本社、 ホンダレーシング、理科学研究所本社、ホンダ技術研究所本社などの自動車会社や研究機関、講談社、日本テレビ、旧本社東京 FM 朝日新聞、日刊スポーツスポーツ日本といった報道機関や出版社などが存在する。13号線については、新鮮池袋駅から西早稲田、新宿3丁目を経て、渋谷駅に至るルートが2008年、 平成20年6月14日に東京メトロ、福都新線として開業した。さらに、福都新線は2013年、平成25年3月16日から、渋谷駅から東急東横線経由で、港未来線元町、中華街駅まで乗り入れを開始した。また、今後の整備計画として8号線については、豊洲駅から分岐して、野田市駅までの延伸計画がある。詳細は、 都市高速鉄道8号線延伸構想の不死を参照。なお、この区間は、英断地下鉄が1982年、昭和57年1月29日に、豊塚目あり間 14.7km の鉄道事業免許を申請している。ただし、その後事業免許の交付はされていない。東京地下鉄で、東京23区外に伸びている路線は、 当線との重複区間がある、福都新線を除くと当線と東西線のみであり、都営地下鉄も含めた、東京の地下鉄全路線でも他に、都営新宿線を加えた三路線のである。本路線の和光市から新木場間、有楽町線新線として建設された区間は、含まないの建設費用は、総額4、920億円である。その内訳は、土木関係費が2、 961億5、0320008、000円。電気関係費が448億2、681万2、000円。車両関係費が658億5、965万4、000円。その他が851億6、320万6、000円となっている。和光市駅から東部東上線を経由して、川越市駅、朝夕は、 新林公園駅まで、小竹向原駅からは、西武有楽町線経由池袋線直通で、小手差し駅、町、有の一部列車は、反能駅までそれぞれ相互乗り入れを凍っている。有楽町線のみの運行となる列車や、東武東上線直通列車は、全区間隔駅停車で運行されているが、西武池袋線直通列車には、ラッシュ時を中心に、西武線内を、 準急、快速、快速急行として運行する列車があり、この場合は、小竹向原駅で種別変更を行う。また、後述するように2017年3月25日から、有料指定列車、S トレインが、運転開始され、有楽町線へは平日ダイヤのみ乗り入れ、所沢駅と四洲駅間を1日3点を、往復する。有楽町線内の途中停車駅は、飯田橋駅。 有楽町駅の二駅で、豊洲港は校車専用、所沢行は乗車専用となり、西武線内のみや有楽町線内のみの利用は不可能である。和光市駅小竹向原駅間は福都新線と線路、駅施設を共有し、新木場駅発着の列車と渋谷方面、東急東横線、港未来線直通の元町、中華街駅発着、一部は武蔵小杉駅、 菊名駅発着の列車がもに運行されている。福都新線との共用区間である和光市小竹向原間では10両編成と八両編成の列車で運行されているが、小竹向原から新木場間はすべて10両編成の列車で運行されている。平日朝のラッシュ時の池袋方面では数多くの列車が運行され、小竹向原駅で新木場方面と渋谷方面に 振り分けられている。その他、野球や花火大会などのイベント開催時に運転される臨時列車がある、詳細は臨時列車の項を参照。また、かつては年間30日程度、小田急線直通の臨時特急が運転されていた、詳細、特急ロマンスカー、ベイリゾートの項を参照。運用番号の末尾は、東京地下鉄車が、S、東武車が、 t 西部車が m 福都心線直通の東急車と横浜高速車は k である。東部車は西部の路線に入線できず、西部車は東部の路線に入線できない。福都心線の重量編成列車と共通運用で、東京地下鉄車はもちろん東部車と西部車にも有楽町線のみの運用があり、西部車が和光市駅まで乗り入れることがある。運用番号は 東京地下鉄車、21S95S は奇数。ただし、平日ラッシュ時に一部の列車に、偶数番号での運用がある。48S、52S、東部車、01T23T と西部車、02M、40M 及び S トレーンに充当される4万、軽限定の 50M マイナスの偶数がある。川越市駅、森林公園駅発着ともに、東部車、 東京メトロ車どちらも運転されている。また、四季駅発着が平日のみ設定されている。車両は、南港の一本は、東武車で運転される以外は、東京メトロ車で運転されている。日中の川越市駅発着列車は、小竹向原駅で、西武池袋線系統の福都新線、東横線、港未来線 F ライナーに連絡する。また、同駅基準。 有楽町線、池袋線直通列車の直前、和光市行き直後、新木場行きの和光市駅発着列車は、同駅で、森林公園駅発着の F ライナーに連絡する、環球接続。一方、船内運転の列車の大多数の列車は、和光市から新木場間の運転だが、一部列車は、新木場池袋間の列車が設定されている。平日の北港は、西武車が一本以外は、 東京メトロ車で平日の南港と休日の北港南港は東京メトロ車で運転されている。また新木箱竹向原間の列車が設定されており平日は南港が2本と休日は北港南港がそれぞれ1本設定されている。車両は東京メトロ車で運転されている。平日のみ森林公園発と予水機が 東武車で運転されている。初電には、市ヶ谷発和光市駅、有楽町発新木場駅が設定されており、どちらも東京メトロの車両で運転されている。終電には和光市発池袋駅が一本設定されている。車両は東京メトロ車で運転されている。東上線内で人身事故、隠しトラブルなどにより直通運転を見合わせた場合、すべて 和光市駅での折り返し運転となるが、その逆もある。また、池袋駅で運転を取りやめることもある。石神公園駅発着は、平日、土休日ともに、北港は、西武車日本以外は、東京メトロ車で、平日の南港は、西武車日本以外は、東京メトロ車で、土休日の南港は、東京メトロ車で運転されている。清瀬駅発着は、平日、 南港は、西武車4本、東京メトロ車7本で、平日の北港、土休日の南港、北港は、西武車1本以外は、東京メトロ車で運転されている。平日のみ、清瀬発豊洲行き列車が、東京メトロ車で存在する。所沢発着は、平日の北港は、東京メトロ車1本以外は、西武車で、平日朝の、S トレーン返却を兼ねて、 とよす初ところざわも設定され、4万系が限定仕様、南港は、平日、土休日ともに、西部車で運転されている。反応発着は、平日の北港は、西部車で、土休日の北港は、西部車、東京メトロ車のそれぞれ2本ずつ、土休日の南港は、西部車で運転されている。日中の小手差し駅、荒屋駅発着各駅停車は、 小竹向原駅で、福都新線各駅停車、東急東横線内急行の和光市駅発着列車、東武東上線森林公園駅発着の F ライナーの直前、直後に連絡する。西武線内の種別は、各駅停車以外に、準急、快速、快速急行として運行されるものがある。西武線内準急は朝、夕に運転され、平日、南港は、 各社の車両で平日北行と休日南行は西武車で土休日北行は東京メトロ車が1本以外は西武車で運転されている。西武線内快速となる列車は北行は平日と休日ともに西武車で平日南行は西武車で土休日南行は東京メトロ車で運転されている。 西武線内快速急行となる列車は平日のみ、東京メトロ車、土休日は、西武車で運転される。列車種別はすべて小竹向原駅にて変更される。池袋線内での人身事故、各種トラブルなどにより、道路線との直通運転を見合わせた場合、西武線直通列車は、池袋駅にて客扱いを打ち切り、小竹向原駅に改装した後に新木場方面へ、折り返す。 これにより、金目町駅、千川駅では、列車間隔が10分以上開いてしまうこともある。また、有楽町線の各駅では、校内放送で、西武線をご利用の方は、池袋駅でお乗り換えくださいと案内している。東京地下鉄線内の各駅に停車する種別。駅の案内板では、小竹向原駅は甲子駅の各駅を除いて、種別表示はされず、 行き先のみの表示となる。工述の準急廃止後も、副都新線の休行に対しての各駅停車の一つの系統として、この種別の表現は残されている。有楽町線、西武池袋線内の種別表示は通常確定である。東上線内では普通として案内されるが、一部確定表示のまま運行することもある。西武池袋線内は確定以外に、 小竹向原駅で種別を変更して、快速、準急、快速急行として運行するものがある。かつてはこれらの列車が新木場駅から西部、池袋線内の種別を案内していた。正確には各は、西部有楽町線小竹向原駅から普通であった。一方、新木場方面駅は、西部有楽町線練馬駅から全列車が、各駅に停車するため、練馬駅から普通、 小竹向原駅から確定として案内されていた。東部9000系列5万7 0系のフルカラー LED 表示は白地に黒抜き文字で、それ以外のフルカラー LED 搭載車は濃い灰色地に白文字で、三色 LED 搭載車は無点灯地にオレンジ文字でと表記される。2017年3月27日より平日の通勤時間帯に運行を開始した。 座席指定列車。豊洲駅発着で全列車が西部有楽町線、池袋線に直通する。乗車には座席指定券が必要で途中飯田橋駅、有楽町駅にのみ停車する池袋駅も通過。なお乗務員交代のため小竹向原駅に運転停車するが各駅とも朝は降車のみ、夕方は乗車のみの扱い取り、有楽町線内のみの利用はできない。 有楽町線内で通過駅の設定がある種別としては2010年に廃止になった準急以来となる。なお、土休日は福都新線、東急東横線、港未来線直通、元町、中華街駅発着となり、有楽町線には乗り入れない。また、座席指定列車のエストレーンに限り、座席指定権の確認などを行うことから車掌が乗務しているため、 ワンマン運転の対象外である。福都新線開業後、道路線の和光市駅小竹向原駅間は、福都新線との共用区間となっている。この区間には福都新線の各駅停車、通勤急行、急行も運転されている。詳しくは、福都新線を参照。2008年6月14日の福都新線開業に伴い、閉走区間、 全路共用区間のある、有楽町線でも大幅なダイヤ改正が行われた。その際の主な変化は、以下の通りである。相互乗り入れ先での種別ということではなく、有楽町線内で通過駅のある列車としては初めて設定された種別。2008年6月14日のダイヤ改正で、平日の昼間と、土休日の早朝、深夜を除く、時間帯に設定された。 並走区間がある、福都新線急行、通勤急行とともに、東京の地下鉄での料金不要の優等列車の運転は、東西線快速、都営新宿線急行、都営浅草線エアポート回得に次いで4、例目であった。停車駅は和光市、小竹向原、池袋から新木場間の各駅であった。新木場方面駅は、池袋以降の各駅に停車するが、 駅の案内や列車の表示では、準急の表示を続ける場合があった。イメージカラーは黄緑。設定当初は、東部東上線及び西部線との相互、直通運転をする列車も存在した。運転本数は新木場方面は、毎時3本、和光市発2本、小手差始発1本、和光市、東上線、西部線方面は、毎時4本、和光市行、または、 川越市域2本、小手差市域2本で、土休日ダイヤでは21時頃まで運転され、平日で往復22本、土休日は往復44本が運行されていた。しかし、同年11月29日のダイヤ改正で平日、土休日ダイヤとも日中のみ、両方向とも、毎時2本、1日あたり10往復に、大幅減便した上で、すべての準急が、 和光市から新規馬間の船内運転のみとなり、東部東上線、西部線直通準急や夕方以降の準急はすべて各駅停車に格下げされた。さらに、準急の運行によって、金目町駅、千川駅では停車列車の本数、乗客の利用機会が減少したため、二駅が所在する豊島区議会は、準急全廃を求める意見書を出していた。こうした意見を受け、 東京メトロは2010年3月6日のダイヤ改正で準急を廃止することを発表し、有楽町線の準急は搭乗から2年足らずで姿を消した。搭乗線直通の準急は和光市駅で普通に種別変更の上、搭乗線内を普通列車として運行していた、搭乗線準急と停車駅が変わらないので、7000系の一部車両は準急のまま走らせる場合もあった。 また、東部車両のフルカラー LED 表示は、有楽町線準急が緑色、東上線準急が青色であった。ただし、東上線直通の準急は、本数が少なく、平日は新木場川越市の片道1本が運転されるのみ、土休日も朝の川越市新木場の3本と、夕方以降の5往復が運転されるのみで、土休日に1本森林公園行きがある以外はすべて、 川越市発着であった。一方、西部線直通の準急は、西部線内でも、準急として運行するものと、小竹向原で、確定、快速に、種別変更を行うものがあった。また、西部線直通の準急は、小手差し発着を中心に本数が多く、一部列車は、清瀬発着、反応発着として運行されていた。なお、 有楽町線の準急が廃止された後も、前日の福都新線の急行、エフライナー含むが、和光市、小竹向原、池袋と止まる、即達列車として存続している。小田急電鉄所属の6万系、ムズにより小田急線と千代田線を直通する、特急ロマンスカーの一部を、米リゾートとして、年間30日程度、千代田線北千住駅から東路線の新木場駅に、 行き先、初駅を変更して運転していた。有楽町線桜田門駅と千代田線、霞ヶ関駅間を結ぶ連絡線、詳しくは工事図を経由し、霞ヶ関駅で方向転換を行う。有楽町線内では豊洲駅と新木場駅のみに停車する。ホームドア設置工事の進捗により、2011年10月以降、運行を休止していたが、 2012年3月17日のダイヤ改正で運行中止となった。公式には廃止とはされていないものの、運転再開については未定である。現在の車両は全て福都新線と共通である。小竹向原から新木馬間に乗り入れる車両を挙げる。現在、有楽町線内では各駅停車のみが運行されている。車両側では確定と種別を表示する。 これに対し、和光市駅小竹向原駅以外の駅の発車案内表では、種別欄が空白となる。東部東上線と相互乗り入れする列車は、東上線内では全て普通であるため、和光市駅にて確定と普通の種別表示を変更する。また、西武線と相互乗り入れする列車は、小竹向原駅で種別表示を変更し、 有楽町線内での西武線内の種別の表示は行わずに確定と表示する。なお、福都新線開業前も有楽町線内は全列車各駅停車であり、福都新線開業前は車両によって種別表示の有無が異なっていた。なお、福都新線開業前は確定は用いられず、種別表示をする場合でも普通であった。また、以下のようになっていた。 乗り入れ先区間も含めて全区間各駅停車の列車の場合、西武線内が準急や快速になる場合、2005年10月31日から導入され、2013年3月18日より設定時間帯を変更した。各駅の出入り口が先頭車両あるいは最後尾車両に存在する場合が多く。なお、ダイヤ乱れ時には女性専用車の運用が、 取りやめとなる。駅番号は、A 線方向、和光市から新木場の方向に増加。備行。この路線には、他の路線への連絡線が2本ある。この2つは主に千代田線の綾瀬工場へ検査を受ける。車両を改装するためにあるが、臨時の特別列車がごく稀に走ることもある。2002年からは、夏の花火大会と冬の年末年始に関連した。 臨時列車が運転出るのが定番化している。この臨時列車は、相互乗り入れの関係上、千代田線からの直通は、同線車用、6000系もしくは16000系、過去には06系、南北線からの直通は、同線車用、9000系がしおれる。また、後者の連絡線は、半蔵門専用の8000系を更新のため、新木橋 ER へ改装する際にも用いられた。 この階層は、詐欺沼車両基地から、東急田園都市線、大井町線、目黒線、南北線を経由して連絡線ら有楽町線に入り新木場というルートとなる。2007年12月に放送されたテレビ朝日の番組タモリクラブの企画で、南北線の急線系を使用して運転された、貸切電車、地下鉄、開業80周年。 田森クラブ号がこの二つの連絡線を通った。沿線でのイベントなどで、臨時列車が運行されることがある。連絡線を介して運行されることが多いが、中には、乗り入れ路線発着とした列車が運行される。下記の他にも、2004年9月に新木場検築、現、和光検築新木場分室撮影会への臨時列車、千代田線06系、6000系、 南北線9000系を使用や10月に開業30周年記念列車を運転したことがある。2002年度から東京湾大化日祭り会場もよりの豊洲駅への輸送を担う列車として打ち上げ花火の名称にちなんだ臨時列車が運行されている。基本的には同大会の開催日に運行されるため中止時には運行されない。往復とも運転される列車には1号。 二号と号数がつく。なお、2006年は8月12日に運転される予定であったが、雨の影響で開催できなかったため、運転する列車すべてが運転中止となった同大会は翌13日に開催されたが、都営大江戸線の臨時列車は運行された。また、2007年は相性のつかない線内運転の臨時列車となった。いずれも、 先頭車の前面に相性ごとのヘッドマークを検出して運転する。なお、2003年度から2005年度までは東急、田園都市線中央林間駅から東京メトロ、半蔵門線長田町駅まで HA ナビリレー号2003年度は半蔵門駅まで運行とスターライト号2004.005年度を運行していた。両相性とも長田町駅で 他の臨時列車に連絡する、リレー扱いの臨時列車である。2006年度は運行しなかった。2003年12月27日28日30日と2004年12月25日26日には、東京ミレナリオ会場もよりの有楽町駅への輸送を担う列車として、東京ミレナリオトレーンという臨時列車が運行され、先頭車の前面にヘッドマークを検出して、 運転していた2005年は運行しなかった2004年10月9日と10日に日比谷公園で開催される予定であった第11回鉄道フェスティバルへの臨時列車も設定されていたいずれも10月9日に運転される予定であったが鉄道フェスティバルが台風のため同月10日のみの開催となったため結局運転中止となったまた2005年度以降は運転されていない 鉄道の日を記念して、2001年まで A 断地下鉄、当時が中心となって、関東私鉄5社が合同で企画された団体臨時列車で、各ルート別に参加者を募って団体列車として運転された。途中の地下鉄霞ヶ関駅で一旦下車し、各ルートからの参加者が合流して、メインイベントが開催された。なお、2002年以降、 ドリームエキスプレスのイベントが開催されなくなったが、この時の五車合同企画が、後の東京湾大化火祭りの臨時列車の企画に発展してゆく。2015年6月5日6日には、西武鉄道が新木場駅近くにある、スタジオコーストで開催される、クラブイベントアゲハとタイアップし、日本初の列車内 EDM イベント臨時列車、エイジハトレインが運転された。 有楽町線の名称は1973年昭和48年11月1日から12月15日までの期間で公募が行われ3591通の応募があり2519種類の路線名が提案されたその時の得票数第1位は工事町線であったしかし工の漢字が常用漢字でないため難しく 親しみにくいということと、2位、有楽町線5位、うらく線の合計得票数が、麹町線を上回っていたことから、有楽町線が選ばれた。応募の中には、カンガルー線、有楽町、池袋、有体類の連想でというものもあったという。有楽町線では、ホームドア設置工事と、並行して、ホームドア加藤駅から順次。 株式会社スイッチ制作の発車サインオンを導入している。局名は株式会社スイッチの音源リスト及び同社が運営する鉄道モバイルによる。豊洲駅で有楽町線から分岐して東部の打線の出し駅まで8号線を延伸する構想がある。実際、英画地下鉄は1982年昭和57年1月29日に豊洲カメ間リ 14.7km の鉄道事業免許を申請している。1985年、昭和60年の運輸政策審議会等申第7号において、8号線は、豊洲から北へ分岐する線が、住吉四次間で11号線と線路を共用し、常磐線亀有駅へ、イタリ路線に変更されており、豊洲駅と半蔵門線住吉駅は、線路が分岐できる。 用にメ四線の構造で建設されている。沿線自治体となる、江東区、墨田区、葛飾区、松戸市の3区一市、及び東京都、千葉県の一都一県は1986年、昭和61年に地下鉄8.11号線促進連絡協議会を組織し、2007年2008年、平成19年、平成20年に実施した調査の結果、 東京議会が推進する8号線、11号線の延伸計画のうち、豊洲駅住吉駅間、1 0 5 2トルからの段階的な整備を要望する方針を示し、早期事業化を目指した活動が行われている。うち、江東区、東外線高区間唯一の沿線自治体は、地下鉄8号線の建設及び関連付帯設備に、要する日に充てるためとして、 仮称高等区地下鉄8号線建設基金を設置し、平成22年度、2010年度予算に5億円を計上した。ただし、東京地下鉄は、平成21年、2009年度3月期の有価、証券報告書において、新生児から事業環境の変化を理由に、整備主体となることは極めて困難と事業化に消極的な態度を表明しており、 東京地下鉄を事業主体とした整備は難しい状況である。江東区は2011年7月に第3セクターを設立して整備を担い運営を行う上下分離方式で整備し、豊洲東洋町間、東洋町住吉間に新駅を建設する計画案をまとめた。2012年8月現在、江東区、東京都、 東京メトロなどと検討委員会を作り協議中で、2015年度までの着工を目指している。投進にはないが、さらに、八潮駅、つくばエクスプレス、越谷レイクタウン駅、武蔵野線を経由する形での延伸も検討されている。現在のところ構想段階であり、運輸政策審議会答申第18号では、2015年までに、 整備着手することが適当である路線と位置づけられたが、延伸決定はなされていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。